きました。今日は武山区大濠公園です。おしゃれですね。このチャンネルは福岡の賃貸物件売買物件をご紹介しているキラリブがお届けしています。福岡での物件探しのご相談は LINE アットからお気軽にご連絡ください。着きました。中を見ていきましょう。フラッシュズボックスになっております。広いですね。広いですね。あ、これは嬉しいですね。もっとなんかないですか？なんかないですか？でも割とあれですかね、多分なんか木のぬくもりがあっていいんですけど、ちゃんとねこの三つ口があるところが僕いいなと思ってるんですけど。あ、私もそう思います。はい、こちら食洗機もついてます。おお、いいですね。嬉しい方には、うん、嬉しいです。はい、これが浄水器ですね。あ、浄水器なんだこれ。はい、シンクも広めに入ってます。うん、バルコニーなんですけど、空気がかなり広くね、はい、おすすめポイント1、近くの保育園。子供好きにはぴったりですかね。ぴったりですね。はい。ちょっと今あれですね、照明が、はい、本当はライトがつきますかね。そうですね、ここでライトつけてください。はい、ね、クルスさんがスポットがね取れちゃってますからね。こちらの5畳。はい。机とか置いて、上枠もちょっと入れてるかなと思います。うん、確かに。この窓の作りってなんか面白いですね。そうですね。収納はあります。ああ、いいですね。はい。この前がお手洗いです。ちゃんと上に収納もありますね。はい。この手すりがいいですね。うん、立ち上がるときにね。立ち上がります。これね、皆さんちゃんとリハーサルしてるんですよ。クルスさん緊張してるからね。こちらが6畳の室です。あ、こっちにもバルコニーというか、あるんですか、これは。違うのか。そうですね、あ、出れないんですけども、ね、出れないバルコニー。バルコニーが、あ、これでも一応開くんですね。はい、うん、なるほど。エアコン室外機のためですね。あ、そうなんだ。今結構広めの、あー、なるほど、なるほど、キャラクターですね。あと最後気になるは水回りです。あ、いいかも。いや、広いですよ、皆さん。はい、この辺も、うん、収納ね、収納がつきます。はい、
窓がね、ついてまして、これ浴室乾燥ってやつですか？はい、浴室乾燥、暖房、涼しい風、すべて完備しております。なるほど。皆さん、水圧気になると思うんですよ、賃貸。はい、どうでしょう？シャワーヘッドが、あ、そのタイプだ。止められるやつですね。どうですか皆さん、バッチリですか？バッチリです。バッチリらしいです。この水はけのやつ、水はけね、はい、いやこれ大事ですね。はい、掃除も楽々です。うん、はい、こちら洗濯機ですね。これ広いですよね、これ。ドラム式もしっかり入る大きさです。うん、いやどうですか、どうですか、冷たいですね。うん、冷たいですか。東京名ファミリーなんで、ファミリー向きなんですかね、どうですか。ファミリー向きですね。お子さんの2人ぐらいまでだと、いろいろ使えるかなと思います。そうですよね。もう一度物件の概要よろしいですか。はい、大通公園駅から徒歩9分。9分。はい、3LDK の。3LDK。はい、75.45平米。広い。広めですね。うん、はい。他に何かおすすめポイントありますでしょうか。そこ3分のところにスーパーがあります。わー、嬉しい嬉しい。このエリアってどうなんですか。このエリアはですね、まあ、セレブが住んでるエリア。おセレブエリア、あり、うん、隠れた名店がたくさんあります。飲食店がですね、うん、なるほど。ちょっとじゃあおすすめのお店は概要欄に教えていただいてもいいですか。はいありがとうございます。お値段おいくらでしょうか。10万8000円。おー結構しますね。今20万ぐらいなんですね。これは相場からするとどれぐらいなんでしょうか。相場からすると、そうですね、ちょうどいいかと思います。ちょうどいいな。サプライズなしで新しい。新しいです。2020年の7月、去年の7月になっているので、それ、はい、なかなかないです。半年ちょっとぐらい。はい、最後までチャンネル見ていただいてありがとうございました。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。福岡不動産チャンネル、キラリムでは、不動産情報を提供しております。ご相談などは LINE アットでお気軽にお待ちしております。バイバーイ。物件周辺のおすすめスポットはこちらの焼き鳥屋さん、港焼き鳥本舗さんです。食べるペースに合わせて食事を提供してくれる気遣いあふれるお店です。ぜひ行ってみてね。行ってみてね。